フールスメイトチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。メトロノームです。ボイスコーダーのシャラクです。ダルボニチの福助です。ダルボニアリュウです。はい、今回はですね、はい、ツアーファイナルの直前です、今。はい、あとね、あと30分もすれば、はい、もうツアーファイナルですよ。はい、今集中しきってことですよ、ね。そうですよ。皆さんどうですか、今回のツアー。何か素敵な思い出ありましたか。じゃあシャラック君。ね、うん、最初新幹線で、ほう、あ、素敵な思い出じゃないんだ。いいよ、素敵じゃなくても素敵じゃない思い出いくよ。こう最初新幹線で各自まあ自由に帰るので、うん、別に待ち合わせとかしないで、そうだね、起きた順に帰るみたいな。そうなんだよね、最近ね、なんか無理してそのために早く起きるわけじゃなくて、なんとなく起きたら帰るって感じだったんだけど、そうだね、最後の岡山を完全に早く起きに行った。さあ実はそのシャラクさんの、シャラク氏の左側にいる方、はい、絶対無理して早く起きてますよね。違います、絶対一番に帰ろうとしてるでしょ。負けすぎない、戦いじゃないんですか。絶対戦ってるよね、彼。だってリュウさん始発の時間知ってましたから。自分との戦いを繰り広げてるよね。サポートのドラムで今回お世話になった広瀬さん、助けの広瀬さんもすごい早起きで、そうなんですよ。それで競ってるって言われましたけど、あの聞いたら前から起きるのは広瀬の方が全然早いんですよ。あ、なるほどね、うん、動き出すのが、そうです、広瀬さんは1時間から1時間半後に出るんです、はいはい、俺は30分以内に出ちゃう。早っ。もう思いっきり早く帰ろうとしてますね。本当ね、毎回ですね、俺あの基本的にゆっくりタイプの人間なので、もう毎回一人なんですよ、最終的にチェックアウト、うん、もうみんないないんだなって思いながらとぼとぼ帰ってます。早い、みんな一応早く起きて、先に帰りますっていうのをあの LINE に言おうとしてるんですけど、うん、その LINE の音で福助君が起きたらまずいから、うん、遅い時間まであの言わないようにしてるんですよ。すごいびっくりするぐらい変な気づき。大丈夫、俺ね、音鳴らないようにして、はい、次から大丈夫ですよ。です、ね、ということで、じゃあ続いてリュウ君の思い出は。僕久しぶりに、うん、あの西の方に、はい、あのツアー行かせてもらって、そうですね、本当楽しかったですね。一箇所一箇所が、うん、こうその場で待ってるお客さんがたくさんいてくれて、すごい嬉しかったですね。本当嬉しいですね。博多ラーメンとかもすごい久々にほうほう食べたというか、うん、すごい。あとですね、あの何ですか、各地で全て、はい、あのインスタイベントもやってるじゃないですか、うん、やっぱりね、そういう時に近くにね、待ってましたよっていうのを直接聞けたので、うん、とても良かったですね、はい、ということで素敵なツアーの思い出がたくさん詰まったこのファイナルが今から繰り広げていきますんで、ぜひ、ね、これ見てる方はもう終わってると思いますけれども、次のライブがなんと決まっておるのですよ、はい、なんと8月25日、はい、来た19周年赤坂プリッツ、イベントタイトルにお願いします。その8月っていうのはですね、シャラク氏の誕生日の月でもありますので、はいはい、メトロノームの誕生日とシャラクさんの誕生日を両方一緒にするということで、シャータンメトタンシャータンメトタン、もうちょっとアップ目じゃなくて大丈夫ですか。あのアップ目にしなくて大丈夫ですね。です多分ね、あの見てる方が圧に耐えられると思う。発音難しいです。シャータンメトタンって言うんですね。なんかタイトルになって、はい、メトタンシャータンシャータンメトタン、あ、もうどっちかでいいです。好きな方前にしてください。ということでね、赤坂ブリッツで19周年を祝いますんで、はい、ぜひ遊びに来てください。無料配布あるんですよね。あ、そうなんですよ、すごいですね、無料配布。しかもね、どこまで話しちゃう、そうだな、無料配布があるよっていうことは、ね、19周年にふさわしい、なんかあのもうみんなが聞いたことないぐらい、はい、なんか古くて新しい曲とか入るかもよみたいなね、素晴らしいことになってますね。ぜひよろしくお願いします。ということで最後にフールスメイトチャンネルをご覧のこの画面の向こうの方にぜひメッセージを。じゃあチャック、はい、今年は19周年ということで、うん、まあなんか一個一個ライブ大事にやっていってるんで、どのライブ見ても外れなしです。遊び来てください。あ、素晴らしい素敵コメントでしたので、これで締めたいと思います。ということでツアーファイナル頑張りましょう。はい、はい、いきますよ。メトロノームでした。